さあということで今日は AKB48 のニューシングル「アイドルなんかじゃなかったら」の発売日、イエイ。ということで発売を記念してマックを食べていきたいと思います。関係ない、イエーイ。多分1時ぐらいまでかな、1時からですよね、一番最初のお渡し会みたいなの、他のメンバーの。なので1時ぐらいまで配信できたらなと思ってます。それまでにご飯食べてメイクしてって感じなんですけど、こちら本日はエビフィレオ、エビフィレオを食べます。はい、もうずっとあのチーム B 公演3日前ぐらい、え違う、その前か、もっと前に会った時から食べたくて食べたくてしょうがなくて、月見は食べたんですよ実は。そうで食べたくてしょうがなかったので食べます。メイク配信ですって書いたけどマック食べます。でセットにしようかなって迷ったんですけど、セットだと700円ぐらいプラスで、間違えた300円ぐらいプラスでドリンクとポテトがついてくるんですね。でも私今そんなお腹空いてないなと思って、いや空いてるんだけど食べたいんだけど、なんか配信じゃないか、何でしたっけ、お渡し会グループ握手会の前に、あ待って待って待って、ファンタこぼれる大事件ストローさしてたらファンタこぼれた、よかった目の前にティッシュがあって、最悪最悪ちょっと後でアルコールティッシュで拭こう、最悪最悪今ここにはないから後で拭きます、必ず。結構悲しい、服には全くこぼれてない、よかった。でもここにこぼれちゃったから、でもよかった目の前にティッシュがあった。
誰かありがとうございます。ティッシュをここに置いといてくれて。そうだから、あ、ピカピカ、ツルピカ。そうで、朝もゆで卵とヨーグルトを食べたんですよ。めっちゃなんかタンパク質取った朝から。そう、だからこれ今私が出した水だよね。うん、そうだ。うん、冷えてる。そうだ。そう、それで300円ぐらいプラスでポテトとファンタがつくんだって考えたんですけど、なんか待てよ、コンビニでというかスーパーとかで普通にファンタ買った方が安くないかと思って。そう、別にそんなにあれ欲しいなと思わないから、あの、なんていうの、ポテトがめっちゃ欲しかった、めっちゃ食べたいってわけで、もちろん食べたいんだけど、めっちゃ食べたいってわけでもなかったから、まあ今思えばあってもよかったかなとは思うんですけど、そうって思って単品にして、あの別でファンタグレープを買いました。うまい。メイクしなきゃ。そう、レッスンの場所に早く着いちゃって今日だから、先にマックを買って食べてからレッスンをするかって迷ったんですけど、そう、そっちの方が通り道だったから。やめた。ちゃんと歯ブラシは持ってきてるんで大丈夫です。
もうほぼ昨日静岡行ったまんまのバッグ、うん、お土産だけ抜いてマイク道具と、歯ブラシと財布とか日傘とか iPad などなど、池袋行列マジ？でもうちらのファンじゃない可能性もあるよね。他のなんていうの、他の会のファンの人、一時の会とかのファンの人もいるから。ムジカのバナナちゃん、直吉さん、ツーさん、ハートありがとうございます。よかったポテト買わなくてまだ残ってんのに。18期の子たちさ、全然私も喋ったことない。やめてほしい、ハルピョン見習って頑張れはちょっとやだ。私がそれを加入した時にファンの人に言われたらムカつく。ことは初めて武道館のレッスンでこの間一緒に踊ったんですけど、まだ謎。誰推しとかない、全然知らない、まだ全く。いやそれこそアウトオブで私がすぐに秒で落ちたから、そうだから本当関わりがなくて、でもびっくりした。さこちゃん、あの前髪がこういう子、みずみみたいな前髪の子、なんかもっとなんか写真とか見てるだけの感じ、なんかふわふわーみたいな、キュルルーンみたいな感じ、ホテちゃんみたいな感じかと思ってたら全然違った。めっちゃサバサバ系女子みたいな、なんていうんだろう。そうだからすごい
私が、まだ本当に映像とかでも見てなくて写真でしか見てないからそう、私の勝手なイメージだったんだけど、成田ちゃんの話はなんかみずみんがこの間ちょっとしてくれた、そうこんな子ですよって。うん、あとは全然ほんと18期の子たちマジで申し訳ないけどわかんない、うん、けど山口ちゃんがめっちゃダンス上手いってことは知ってる。ダンス10年やってた。うちよりダンス歴長いから、うちよりダンス上手くて当然おい先輩すいません、そう私よりダンス歴長いんでダンス私より上手くて当然なんですだからそれを聞いてたからアウトオブで最初名前呼ばれなかったってその分かった時、一緒に落ちましたみたいな感じでなった時、いや絶対嘘やんと思ってそう、そしたら後日放送で見たら追加合格みたいなしてた、あそうなんだと思って、そうそうそう、うん、山口ちゃん、いやめっちゃダンスうまいっていうの聞いてて、で吉田カレンもなんかお披露目の劇場でお披露目の時あったじゃないですか、あの時にのレッスンを見てたんですよ。そうだからそれで吉田カレンが見てやばいあの子のダンスがマジで一番うまいみたいな言ってて、そう、その子が山口ちゃんで、いざちゃんと山口ちゃんのこと調べたら10年ぐらいダンスやってたみたいな、いやそりゃうまいわと思って、うん、推しは分かんない、うん、18期接点がないんだよね、なんかでも水面推しであることは変わらないかな、ほんとここ3日間ぐらい4日間だっけ3日間だっけなんか全部違う公演出たみたいな話聞いたら、うん、なんかもうやっぱ推すしかって思った。研究生出てチーム A 出てチーム B 出て、うん、なんかそういう子が好きなんですよ私ってって思った、改めて推しててよかったなって、うん、あとはそれこそ昨日のね楽屋でみずみんを褒めてるメンバーとかを聞いてるとでしょでしょみたいなそう気持ちになって、なんかやっぱうちの推しってすごいんだよと思いながら、もう坂川日向だってね今ではもう独立はしてないけどアウトオブでも受かって始球式もやって
どうよ。うちの推しはすごいんだぞ。ほんと、お前はどうなんだよって感じなんですけど、すいません、はい。あ、でもすごい、すごいでしょーって気持ち。いや、私アイドルを見る目はめっちゃあると思うよ。だって HKT さんができた時の初期から私さくらさんのことめっちゃ大好きで、そうしたらもう今ではもう K-POP 素晴らしいでしょ。もう私ほんとアイドル見る目はもう抜群にあると思う。顔とかダンスとかでなんか分かっちゃうんだよ。でも自分はそうはならないんだよ。なんで？なんで？頑張る。メイクする。アイロンも持ってきた。メイクする。今日はバツマルくん、なんか最近さ、羽ピンどっか行くんだけど、もうずっとバツマルくんしかない今。ミッフィーちゃんとキティちゃんとマイメロちゃんいたのに、羽ピンどっか行った。つらい。今日はでもファンの方合うメイクですもんね。だからなんかすっごいマットな感じにはしなくていい。そう、全部脱走した。脱走？何？どっか行っちゃった。だからずっとバツマルくんしかもつけてない。どこかにはある。え、わかんない。それもどこでなくしたかも覚えてない。俺が持ってるよ。返してもらっていいですか。返してもらっていいですかね。1時にはそう、他のグループ、他の会が始まっちゃうから終わんなきゃいけない。終わんなきゃいけないわけじゃないけど、終わった方がいいのかなって思ってるので15分だけメイクします。配慮が偉すぎる。だってまた言われるもん。
本当言われるもん、言われたくないから。この後は仮眠ですか、メイクするの。うん、さすがに15分じゃ終わんない。仮眠したいよ。今日一日長いの。雑になってきた。いいアニメ披露楽しみ、嬉しい。一応ツインテールするつもりではいるんだけど、いるんだけど、いつものね、安定の。でも曲調と全然違うじゃないですか。まあそう、別にいてもいいと思うんですけどね、そういう人も、そういう人で。そう、なんかすごい。今でも何も変わってない、君のためと言いながらだっけ。踊ったら思い出す。チャチャチャ、僕だけ傷つけばよかったのか、今でも。だから最初なんだっけ、あれやばい、まあ、特典会が終わった、特典会っていうのあれが終わったら頑張る。ちゃちゃちゃ、嘘嘘でも過去にしてしまえ、記憶なら忘れられるんだ。衣装は今回のために作っていただいた衣装とかじゃなくて既存の衣装です、今回。うん、そうだよ、うちら MV がないから。そう、新衣装はない。でも着たことない衣装な気がするので、それも楽しみにしててください。それはそれでね、別で。そう、なんか知ったかぶりの空の下にの MV 見たんですけど、はあ、MV っていいなと思って。ハルピョンの生写真ね、いつからついてないかな、うちの生写真 CD に。いつからついてないんだろう。本当だよね、ごめんね、みんな非選抜なばっかりに。ん？あれの知ったかぶりのアンダーなんちゃら22の人たちの生写真もあるの？17期とか18期とか。選抜しかないんだ。あららら、ら、そうなんだ。選抜好きの人からしたら嬉しいだろうね。
だって16分の1で出るんでしょ。アンダー23にしてほしかった。でもそれって多分あれだよ、23歳で入れる人いないなってなったから22になったんだよきっと。そうだってハルピオンのことを絶対に入れたいと思ってくれてたら絶対23にしてたじゃん。頑張るね。確かにめっちゃ被るよね生写真。どっちの方が売れ行きアップするんだろう。うん、思わない？生写真いろんなメンバーいっぱいの方が絶対押し出すぞって思ってファンの人はいっぱい買う。どうなんだろうね。非選抜ファンからしたら非選抜のことを非選抜も入れてくださいって思うけどさ、選抜のファンからしたらさ、いや選抜だけでいいですみたいな感じだよね。最悪、スポンジ忘れてきた。昔はあったよね、うちらの生写真も。総選挙の時は全メンバー、マジ？ SKE、NMB、HKT とか全部？そうだっけ？全然覚えてないや、もう。でもさや姉さんめっちゃ出てた、うち結構レート高め。さんめっちゃ出てた。やばい、マック食べてお腹いっぱいではち切れそう。ちょっとスカート緩めるね。やばい、そしてあと5分しかない、配信終わるまで。全然メイク完成してないやんと思われてそう。やばい、てか間に合うかな、うち顔は間に合う、髪が間に合わなさそう。髪先やった方がいいかな。だって顔は最悪さ、できるじゃん。楽屋とかでできるじゃん。そう、コンセント問題。コンセント問題。まつげいい感じ？何もしてないけど。これでいい？けど
と終わんない、とりあえず配信は終わんないといけないので終わります。あと今やまだやってないところは全力で、今から全力でやりたいと思います。ということで皆さん急遽配信した、急遽、まあ急遽ね、まあ、昼にやるよと昨日言ってたけど来ていただいてありがとう。明日は池袋会おうね、明日じゃないや今日は池袋みんな会おうね。ノーキティさん、バージョンアルさん、ハートありがとう。トミーさん、ハートありがとう。ということで、それでは最後にランキングを読みます。1位藤野大吾さん、2位鉄道のエイトーさん、3位ナオキティさん、4位ネバーストップさん、5位マックミックさん、6位ともゆきさん、7位こいのぼりさん、8位ツッチーさん、9位マジカのバナナと、福井静岡錦糸町、錦糸町は私関係ないけど、池袋、秋葉原、なんで秋葉原がある、あ、そっか、私、そうだ、私がない握手会みたいなやつね私がないやつが2個あるそうだ、忙しいね、頑張って。そう、人気メンバーはあるんですよ10位山内さん、11位小仁田恵美津さん、12位山内さん、13位カズさん、ありがとうございます。なんかそういうところに選ばれなきゃダメだよなと思いながらも、そう、なんか選抜入りたい入りたいって言ってるけど、そういうなんか辞典みたいなところにも全然今多分いないので、下から数えた方が早いから、なんか入りたい入りたいっていう気持ちはすごい誰よりも強い気はするんだけれども、うん、それに追いつけるように自分自身も頑張りたいなと思います。ということで、ちょっとメイク中途半端なんですけど終わります。ありがとう、またね、ちょっと59分だ、バイバイ、池袋で会いましょう、特別配信も見てね、バイバーイ。